はい、皆さんこんにちは、サスライナーキンドです。買ってしまいました、こちら買っちゃいました。ちょっとですね、ライブ配信のですね、とある方のライブ配信のチャットの中で盛り上がってしまったリアルグレードですね、アマゾン見てるうちにかっこいいと思って買っちゃいました。こちらリアルグレードのですね、ガンダム GP01 ですね、試作1号機のフルバーニアンタイプの方ですね、フルバーニアンタイプの方のリアルグレードを買ってしまいました。だってかっこよかったんだもんという感じですね。という形でこちらのキットの中身の方を見ていきたいと思いますけど、まず外箱からですね、外箱からですね、こちら外箱もですね、このでっかいですねバルカン砲がちょっと特徴的だと思います。かっこいいですね、でっかいバルカン砲がゴールドで塗られてますね。このゴールド塗りたいですねという感じで、あとフルバーニアですね、背中のバーニアのもうなんかバーニアとかスラスターでもう可能な限りなんか、推進力を増したっていう感じのこの、シルエットがかっこよくて思わず買ってしまいました。箱の外見の方なんですけども、リアルグレードですね、リアルグレードの説明ですね。こちらのフレームにこのバーニアがもうついちゃってる形ですね。これもちょっと特徴的な形ですね。そして、コアファイター2ですね、コアファイター2の時点でもうすでに、めちゃめちゃバーニアがついてるという形で、これどんだけ推進力あるんやっていうコアファイターですけども、こんな形でコアファイター2も、バーニア仕様でついてるという形ですね。そして、もちろんリアルグレードなんでそのまま組み立っても、こういった形の色分けができるという形のプラモデルなんで作るの楽しみですね。そして、こっちかな、こっちの側面はこんな感じですね。バーニアやっぱつくとかっこいいですね。そしてアクションベースで、まあ、飛んだ感じですね、飛んでる感じのアクションがしたいんです。これですね、アマゾンで買った セット販売でこれと、アクションベースですね、これがセットだったんですよ。アクションベースがなぜかこの2つがセットで、売ってて、まあ、元々本体も結構割引価格だったんですけども、これが、まあ、ついている形となったんで、ちょっとお値打ちで買っちゃいました。これも当然、組み立てた後にアクションベースで飛行形態にしたいと思います。はい、という感じが箱の外見ですね。それでは次中身の方を見ていきたいと思います。はい、じゃあ箱開けていきたいと思います。どん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 、はい、おお、こちらあれですね、箱の下の方にもなんか印刷入ってます。普通はまあただの茶色い箱なんですけども、この辺もさすがリアルグレードって感じですかね。下にも印刷されたこうなってます。パーツこんな感じですね。細かいですね。なんか一個一個のパーツがやっぱり HG とかよりも細かくて、あ、もちろんアンテナも尖ってますね。お様仕様ではありません。なんかこう細かいですね、ディティールとかも。さすがリアルグレードですね。パーツ数結構ありますけれども、この辺もそうですよね、この辺も結構細かいモールドが入ってますね、この辺も。ということなんで、まあ、墨入れはしたいなと思うんですけれども、あまりですね濃い墨入れはせずに、ちょっとグレーでですね、薄めの墨でこう入れて、この白いパーツの白い部分はですね、まあ、スケールの問題もあるんで、殺さないようにちょっと色を調整していけばいいかなと思いますね。で、これがデカールというかシールなのかな、結構メタリックですね。目も2種類入ってますね。この辺もかなりメタリックな、わかりますか、ちょっと光ってわかんないかな、メタリックなシールで、かっこいい感じですね。リアルスティックデカールって書いてますよね。いい感じですね。そしてバーニアのパーツ楽しみですね。かっこいいですね、バーニアが。で、説明書という形になります。はい、それでは説明書の方を見ていきたいと思います。はい、じゃあ説明書の方を開けていきましょう。かっこいいですね、ガンダムの顔がドーンとある説明書で、こういった形ですね。やっぱりランナー数は多いな、結構ありますね、結構なランナー数ですね、さすがリアルグレード。そして、解説ですね。解説から組み立ての説明が始まりますね。コアファイター2、フルバーニアンの説明とか、GP01 の説明が書いてますね。ガンダム試作1号機は地球連邦軍とアナハイムエレクトリック社が推進するガンダム開発計画でですね、極秘裏に、やったって有名な話ですね。スターダストメモリーですね、登場する、ガンダム試作1号機ですね。コアファイター2、
フルバーニア仕様、ごっついですね。これもごっついですね。ごっつい、ごっついですね。地上仕様の、ガンダム試作1号機を、宇宙仕様に相関するのに、コアファイターも、相関するんで、その時にですね、特艦でですね、フルバーニアにしたという話ですね。すごいですね。コアファイター自体にこのバーニアスリミットがついていて、どんだけ推進力があって飛ぶんやって感じですけどね。で、設計図の方はですね、コアファイター2の方から、組み立ての説明が始まるという感じになってますね。珍しいですね。コアファイター2の方から組み立てが始まって、その次は足なのかよと思いますけどね。コアファイター2から足が入って、で、足の解説ですね。インナーフレームが、バカバカ走行はまった。こういうのが書いてますね。こう足の曲がる機構について、走行がスライドします。こんな複雑な機構で曲がるんですね。しかもこれが144分の1だからすごいですよね。で、ずっと切って、腰のユニット、下半身から組むんですね。で、また途中でですね、なんか飽きないようにっていう配慮なんですかね、説明が書いてありますね。バーニア、後ろから見るとかっこいいですね、このフルバーニアって。すごいですね、こんだけ推進機を増したらどれだけ飛ぶんやって感じですけども、えらいパワーで飛ぶんじゃないかなと思うんですけど、その辺がかっこいいから買っちゃったんですけども、かなりですね、スラスターとかバーニアがめちゃめちゃ、もうありったけくっつけてあるっていう感じですね。で、腕の工作に入って、腕もまあこんな曲がりますよみたいな解説が入ってますね。そして、やっと頭最後ですね。面白いですね。なんか昔、ガンプラの説明書とか組み立て説明書は、飽きないように、なんかいろんなところから作るような、配慮がされてるって書いてあるので、まさにこれそうですね。コアファイターから足っていうちょっと変則的な組み方で、完成しくっきってみたい。そしてまた説明書と。形ウェポンですね、説明があって、でこれがわすげえだな、すごい量だな、すごい量のシールを貼らねばならんみたいな感じですけれども、まあ、シール貼るとこんなかっこよくなるよという形なんで、そうですね、まあ、仕上がりについては基本、まあせっかくのリアルグレードなんで、まあ、そのままでいいんじゃないかなと思いますけれども、まあ半ツヤのトップコートに、まあ、色を調整した墨入れを各種にして、でシール貼るとそれだけでもかなり綺麗になるんじゃないかなと思いますけども、シール貼ってから半ツヤかな、まあ、そうでもいいんですけども、シール貼ってから半ツヤのトップコートがいいかな。ツヤ消しだとちょっとですね、ツヤ消しだとちょっとリアルさがっていうか、その機械っぽさがなくなるんで、まあ、半ツヤぐらいがガンプラはいいんじゃないかなと、私は個人的に思ってるんですけども、半ツヤでトップコートした後に墨入れして完成と、まあ、あんまり汚す機体ではないと思うんですけどもね、ロールアウトしてすぐ出撃してますんで、かっこいいですね。ということで、ちょっと組むのがですね、楽しみな、キットで、まあ、これをですね、ライブで組み立てると、まあ、私の実力だと3回分ぐらいライブ必要なんじゃないかなと思いますけれども、まあ、ちょっとライブで組むかは、ちょっと考えていきたいと思いますけれども、楽しみな、キット手に入れたんでご紹介しました。ガンダムですね、GP01、試作1号機フルバーニアンですね。ガンダム100分の1スケールモデル、ガンダム試作1号機フルバーニアンですね、の、リアルグレードをご紹介しました。組むのが楽しみです。